現場で、はい、うん、通常。あ、はい。あ、はい。はい。セラまで行きましょう。セラまで行きましょう。はい。あ、いや、強くはあんねん。はい、いやな、これ。正直強くはあんねん。いやな、これ。はい。乾杯。はい。目に分かった。はい。コスト考えます。いやー、うん。カード1枚手なんですけど、へぇー、違うかこれ、うーん、いや、うん、その件はね、完全と合図なしで、やっぱり何がある、大丈夫です。あれってのは、まあ、何かしら来るでしょう。このラブが行きましょう。でも、この人は殺せないしな。発動、はい、はい、必要ないよ、はい、こいつリリースした場合のみ特殊。自分の状況の方が正解がいいけど、じゃあ作戦かもしれない。あ、いや、作戦かもしれない。相手が効果を発動した時、デッキから忍者モンスター一体を表側か裏締めってことです。へぇー、強うーん、投げれるは投げれるのは怖いか。負けないところが、キャラおらんけどな。落ちか？落ちか？単制限ないこちゃんか。単制限ないこちゃんか。あ、ちょっと、確かこいつ。あ、出るんだ。出れない。出れないというか、発動。あれやね、山下奥に行くのナチュラルに4000ぐらいじゃあ、召し上がる。それ召喚成功じゃなかりました。じゃあ、セラ頼みます。相手がモンスター効果を発動したとき、自分フィールドの裏側表示モンスター1体を表側表示にして、このカードを裏締めする。そこなし、クソ相性悪いやん。で、このカード、表にしたやつが、虫の忍者3つ以外だった場合、そいつを無効にする。はい。全員どけ、そこなし、クソ相性悪いやん。まずを無効除去。はい。相手フィールド上にカードが存在する場合、墓地の、異端の忍法中以外の魔法トラップ及び忍者モンスター1体をそれぞれ1枚までデッキから選んでフィールド上にセット。あ、ちょっと待ってください。これなんで6
底なし効果って表示形式に移行できないってあるんですけど、これどうなんですかね。どうなんでしょう。底なしそういえば底なし、底なし効果でも入れないのかな。太陽の章でいいのか。うん、カードの効果ではない表示形式変更ができないという。なるほどなるほど。山田しか買いやすいんだ。で、持ってきたら。でも、山田2回言うと実質山田4倍回収してるんだよ。で、忍者モンスターとして扱う。そのモンスターを自分の墓地から忍者モンスター1体を選んでフィールドのカード1枚を破壊する。じゃんじゃないか。出すなよ。じゃあ紹介します。いきますね。このカードが破壊されて墓地に送られた場合、自分に除外されている忍者モンスターを1体を破壊する。ありがとう。このカードが復唱を確保した場合、自分の手札および墓地より自分のフィールドの表示が表示になったから忍者カードが忍法モンスターだったりを選択して除外してフィールドのカード1枚を除外する。どれだろう。トイレの間に触ってほしい。うん、強すぎる。見せるだけ80中より強い。確実すぎる。80中より強い。どうもいいっす。1500緊急ホテルの反応ダメージ、ダメージ反応。多分なんか処理間違ってると思う。多分なんか間違ってると思う。間違いだな。いや、何これ頼むすぎて何もまあまあせいぜい高くないかな。高価は、高価は3000円じゃないですか。で、またですけど、忍者モンスター行ったよ。特殊か半蔵に底なし打った方が良かったんだね。半蔵に底なしじゃないかな。あんま関係なかったかな。忍法に来た忍法上底なしが弱い。鬼のように刺さらなかった。そうそうそう。ヒール持っててダメージがってる連動がソウルゲームしてるんだ。すごい。デミキルマもできんだよ。デミキ選ばれちゃった。めっちゃ強い。全部ダメージ安定せんない。それをアリスでゼロ埋めまくって。で、効果。このカードが召喚と召喚に成功したときに、忍者モンスター1体を選んで、裏側表示で特殊化。何で来たか分からん。3ヶ月だよ。
誰もいじゃん。衝撃は横になった。サマーリアバクター。サマーリアバクター。うーん、長い記録ね。4500、7000もらったから1500。死なない。ここに由来ない。もうない。なんか変な実装だ。狼入れてないわ。狼様になっても入ってる。あー、寝た。2種しかないのぜ、レベルから。もう1種入れんのか、お前。あー、ほんま。上がってる。俺の緑。いや、これはいいです。2000。緑発生。はい、2500。はい、クラマ何枚なんか。あ、違う、ごめん、こいつの守備か。守備で殴れ、守備やから殴れない、殴れない。今ヤマト守備か。ヤマトか。どうぞ。ヤマト3枚。3枚残面でこっち食べるか。7。やるかな、これ。ちょ、そこましいらんな。弱い。いいじゃない。3枚。どうぞ。どうぞ。何もない。持ってた緑が最後に幸せになるよ、もしかして。緑5位なのに、9位なのに3着もあるよ。ゼロでいいよ。島かまめはせゆうやめるし。どうしよう。行ってなくない？これ知らないです。吉田健吾が悪い。相手のプレミアあったとはいえ、間違えたプレーしてないと思うんだけどな。あそこのおかしいかな、あれは。いい感じに上がったら本気でとかそういうのもあるけど、なんか見えんな。このゲームできたら、あそこでプレミしてくれたらこれでも。友情は押してんじゃないと思うんや。ガチでプレミにしたね。最近すりがない。機械暁パンチを思い出剣をやってれば、角山掘られ、角山4枚残ってる。大変です。これを取ってきた。はい、はい。あれ、白いのあるか。攻める側がいいんだよ。なんか、いくらも張ってて、マイナスがある。あの思い出ゲームって1万3000ビッタなんか全然バレないな。他の山は他の山は死んでない。死んでない。神さん楽しくない。うらら打っときましょうかな。やらなきゃいけないのね。やらざるを得ない。本当にひどい。
本当にね、そういう話をあれなんで、あれないんで、私もね、これ、火が鳴って、ねえ、もう、ケアできない、ケアできない、それもう、ケアできない、ケアできない、ケアできない、シャンパーだよ。いやー、アリスは強いなー。最近の子たちアリス崩してくるから、ダメにしよう。はい、おめでない。全然できなんて。いやー、フレッシュが強いぞ。クセ。皆さんあるやん。皆さんあるやん。はぁ。1位かも。じゃあ これしかないのか。じゃあ、あれしかないっす。バレてはしねえんだ。やばい。てか、緑大集合です。緑欲しかった。うわー、かわいい。後ろ我慢に下がる。二種だって。戦闘体制あるし、戦闘体制あるし、1000ぐらい食らったろ。それだな。消費カロリーが1000ぐらい食らしてる。フルプレイス、戦闘ソフトだと何回か今度もそ帰ってこい。なんで月書入れてるんですか。それ許さない。忍者だった。忍者だった。ちょっと取り越せ。たまにしたら便利やな。ないな、ちょっと。リュウカーは。ライっぽいじゃん。あ、ちょっと特殊感してないか。特殊感してない。いや、普通に行くの。ライブスペースの CS で優勝してるやつなんで、参考にしてちょっと自分好みに黄色いやりして。おー、突き通せ。モアブルだよ。必要なタイミングあるかもわからんし。相手フィールドのカードがある場合、デッキ墓地からそれぞれ忍法または忍者カード1枚選んでセットする。いやー、ゾームゾーンのカードになるんだよ。ゾームゾーンはこれなかったんだよ。サイトレキこの発動はできない。だからセットだから。ゾームゾーン。ちょっとさ、ちょっと強いぞ。ちょっとチャッチーのゾームゾーンをこれからやから。あれ何すんの？裏側守備表示または忍者モンスター1体を選択して、はい、で発動。そのカードリリースして敵から忍者モンスター1体。めっちゃいらんけど、別にこれでいい。一の手の方、いや、まあ、それか。こっちの3にしたいけど、みんな思い出けるとか。で、半蔵効果が入ってきたら、モンスター行ったら、どうやって死ぬか。ですよ、ソウルで行ってんの。裏側っていうのはプレッシャーっていうか、コアトマと心底相性悪い。こっちから使ってる。攻撃が弱いし。で、どうか。忍者モンスコ、ドロー以外の使う方法で手札に加わった場合、特殊。で、効果。このカードが特殊召喚、召喚した場合、自分の墓地の、2本カード1枚を手札に加わる。じゃあ、メインゲーズ。はい。
ちょ、リンクだからさ、裏側汚いんだよ。これ裏側にするデッキだから。何も発動できない感じです。でこのカードが、表側表示に存在すると自分のモントラップ版の永続魔法エゾトラップ型は、はい、を手札に戻すと、まあ、これをこうです。あただこれをやると出たモンスターは二度と俺に釣らんあーまあスターかなリライブリコソソと言える俳優シャリーゴはあ、あれあれ法人あ、一緒か、はい
なんか召喚、召喚、で、他、はい、忍者マスターがいるとですです。初動なんか発表か。いやー、でもアトラプターか、うっとうしいよね。着物がいい話、どこ行ったのお前、避けんなよ。ここでサイズを出したらあかんねんな。分かった、ここでサイズを出すからあかんのかおとなしくこっちを終わりです。はい、どうぞスタンバイ、どうぞ目まで、目終了。はい、終了。もうちょっとデストラムジルコンでよく神がずる入れるに決まってるやろ、そんなもん1000ゴードルンやったら3つ、はい、16は組まった。かぁ16は組まった。あれしてたね、エターナルプレミアム。これがフィールド魔法サーチやん。いや違います、違います。コアクマモンスターなんでもサーチです。コアクマサーチか、コアクマサーチ。6人5マナの真ん中に入ったのディスペクターに、はい、多色になれるから。あー、なんかコンボか、コンボ。え、ちょっといた。あ、5色になるよ。あれやろ、アイオンみたいな見た目してるんですよ。で、アタック時に、いや、これはもうその、できたらできたいことわかるけど、とりあえずパーフェクトね、全体的に雑にシンプルなレタリックとりあえずパーフェクトね、できたらやろうよ。あー、違う、無理よ、なんか最後や、俺行くに過ぎちゃった。大丈夫、じゃあ、そっちで結構これやん、でも結構、それ、なんか言いたいことわかる。これ、でも、インドコンボやん。はい、シェリコンカで裏にします。エモリピー、そのオケ、エックス部分で大きく落ちる。あ、効果で裏にできるのか。いや、特殊が成功した時に裏です。ああ、そっか。じゃあ、手をしなかったな。まあ、でも、いや、トンボで何か打たなくて、レックスは死ぬかも。成功してきた。あ、過去1ストレス溜まる、これ。過去1ストレス。トンボで何か打たなくて。3倍。はい。で、そのままだった。1回目入れよう。店内です。なんか CD がブレモス。あ、成功し。あ、ごめん、今日は。プレミア、これましょう。ザリプレミア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 。ザオーケストラ4枚になったら5000円したら2000円ぐらいですね。あ、オーケストラ、あ、もうちょい始まってんのアトラクターうっぜー。なるほど、アトラクターまでぜ。あ、なんかもらえるぜ。まった別にアトラクターきつくないからやっぱつえーなって無効したあまりにも。なんていうか、アトラクターかだったからティオじゃなかったですか。そもそもがティオじゃなかった。なんでティオにしたの。人がいるが、あ、逆にしたらしいな。はい、これは偵察人と国のことかしてる。いやー、結局かそういうやつだ。あー、出たけど今だってたプレミアアルティメットとこれ見てくれない。オリジナルミナーでさ、バビストンの味と恐竜の1300円モンサーチデトダムのインブルキはいらんのですか。ヘタのプレミアムって今までのマイカーあれやん、出るやん。デトダムつけるな。デトダムつけるな。モンスター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 。上が10使って、なおかつ、あの、なんていうの、キャパする性能があるから、欲しいかなと思っただけで、別に何やってるかなと思ったら、結構、私は強い人だからね。時間の切れによる相手の前に突然、なんか出てくる。オルカリックスの格好だ。他の気持ちなかった。あの伏せなにあの伏せなに割と奈良く1枚でも結構強いですごめん、やばい、奈良く入れてないぞ。ごめん、奈良く進化しないリンク融合が出せない。なんかもう3分で組んだみたいにするな。
ボアルプス装備したオーケストラ、オーケストラ名前聞いてるよ。声にいいか懐かしのバレルソップ。バレルソップって守備パンツみたいな。ない。バトルヘイス2300は。はい。これを。こうやってワンショットしていくんですけど、はい、終わりです。どうぞ。スタンバイ、はい、電話で。行く。はい。どうぞ。ここで十分。しゃあないか。はい、初動しよう。強いカードの受け札が中盤の。初動しよう。発動できない。うわ、じゃなかった。ああ、もう。いや、無理無理負けます。無理無理無理。さすがにこれはな。無理無理無理。よしよしよし。さすがにありがとうございます。